こんにちは今日は、えっと、私が持っている、えっと、ポメラート風のリングについて紹介しようと思います。えっと私あんまり詳しくなかったんですけど結構インスタでジュエリー好きの方があのポメラートのリング持っててすごい素敵だなって思ったんですけど。あの すすごく高いんですよなんか多分ローズコーツとかそういうこう半奇跡っていうんですかねなんかこうそういうこう高価な高価な石じゃないものなんですけど結構40万とか50万とかそのレベルで結構高くって私にはちょっと手が出せないなって。 あとはなんか結構ヌードリングねあとでちょっとどんな感じなのか紹介しようと思うんですけど重ね付けがすごい可愛くってあのなんか1本で決まるっていうよりかはそのヌードリング自体はなんか1本でももちろん決まるんですけど重ねて使うとすごく なんか可愛く見えるリングで実際重ねて使っていらっしゃる方がすごい多いリングだったのでこれはちょっとねあの集め出すと沼にはまるというかもうお金がいくらあっても足りないなと思ったのでとりあえずあのチープなポメラート似たリングが結構よく楽天とかでもね販売されてるので買ってみましたで、えっと、こんな感じですこんな感じですこんな感じの。 半奇跡って言うんですかねなんかあのこういうこうこれはねなんか安いものなんで本当の石じゃないのかもしれないんですけどなんかこう結構ボリュームのある石をこううるうるキラキラさせるようにこう細かくカットされててすごいこれがかわいいんですねでこのリングの部分もあのイエローゴールドなんですけどこれ本当のイエローゴールドのラブブレスなんですけど こんな感じでそんなに大きく色味は変わらないし多分18金メッキなのかなでも分厚く結構メッキ,あのメッキされててあの本当に何回か使ってるけど特にその色が剥げたりとかは全然してないです結構ね太めのリングなんでしっかりこうつけてると当たるんですけど今のところね色が剥げたりとかはしてないですでつけるとこんな感じです こんな感じこれはね <laughs> 黄色とクリアをつけてるんですけど失礼黄色とクリアをつけてるんですけどこんな感じで重ねるとすごいかわいいただあの1本でつけても結構ボリュームあるのであのとってもかわいいなって思います ただこう、色が結構単調なのと面がすごい大きいので、私は結構やっぱり皆さんがされてるようにこう重ねると、すごいなんか、ね、あのー、なんかデザインも結構可愛らしいじゃないですか。丸みのある石で。重ねるとすごい、あの、<laughs> いい意味でおもちゃみたいで可愛い。まあこれはね、あのー、 トメラート風なのでまあ半分おもちゃみたいな感じなんですけどすごい本当に作りが綺麗で私本物持ってないんですけどなんか本当にインスタとかで見る限りなんか特徴がこのうるうるしたカット面なんですよねちょっと動画でわかりにくいんですけどこの表面がつるんとしたわけじゃなくてこのカットが細かくされてるのわかりますかね私の顔にあこれわかりやすいかもこんな感じでお あのうるうるカットされてて本当にすごい可愛いんですよでボリュームがあってあのー、なんか他に指輪なしでこれだけでつけるのも本当に可愛いなって思いますはいまあそうですねなんか多分こ,れここまでボリュームがあるものをつけるんだったら意外と他はシンプルでいいのかもしれませんでなんか私ちょっと安かったんでね何色か買ってみたんですけどなんか重ね付けするカラーを組み合わせ なんかちょっと違う雰囲気になったり、こういう。これはね、なんか実際にもこういう、こう、ちょっと深緑というかカーキというか。あ、これすごいカット分かりやすいですね。こう、キラキラしてるの分かりますか本当になんか丁寧にカットされてて、これはなんかサイドに、ちょっとダイヤ風にこう、多分ジルコニアが入ってるんですけど、これだと結構一本でもね、可愛いですよね。実際にね、こういうデザインあるらしいです。 私なんか太い太い,っていうかボリュームのある指輪はなんか結構人差し指につけるのが好きでなんか薬指まあちょっとサイズ的なものもあるんですけど薬指だと結構かしこまった感じが出ちゃうしなんか一番私の指の中で太い人差し指につけることでこうちょっと指を細く見せてくれるんじゃないかなって思って割とこういうボリュームリングは人差し指につけな感じで可愛いですよねすごい。 なんか、差し色としても、あの、すごい見栄えするので、なんか、ここでカラーを取り入れて、あの、差し色にしてもいいかなって思いました。結構なんか、ファッションでね、なんか差し色って結構ハードルも高るけど、あ、あれハードルも高くなるけど、こういう指輪とかだったら、なんか、普段、こう、挑戦しないようなお色とか、差し色にできるんかなって思って。ではね、ピンク系も結構人気みたいで、実際本当にポメラートで取り扱いのある、あの、 ローズクォーツとか結構人気みたいでこんな感じちょっと種類の違うピンクですこれはサイズもちょっと違うんですよねどっちもねサイズにちょっと石が入ってる風石風 <laughs> 多分ジルコニアかなこんな感じでこうサイズ違う重ね付けしてもすごく可愛いですちょっと私は結構同系色でまとめるのが好きなんですけどこ,こちょっとピンク なんかメイクとかもちょっとピンクっぽくしたりとかああのまあ、服はね白系とかでも全然何色でも合うと思うんですけどこうちょっと柔らかい雰囲気になりますよねこれもすごいカットがうるうるしててすごい可愛いです。でこれはねなんか販売されてるのは楽天でも販売されてるし多分ポメラート風で調べてまたらどこでも出てくるんですけど私はあの以前も紹介したアリエクで買いました値段はあんまり変わらないかな2000円しないくらい1本なんかね いいろんんなな色買っったんですよちょっと見てほしいなんかこう私の好みが結構偏ってて似たような色とかも多いんですけどこれとかも結構かわいいちょっとブルーがかった深い緑ディープグリーン夏とかすごい涼しげですよねで結構あの濃い色の方がやっぱり手の上なのであすごい映えますこれはなんかオリーブグリーンとなんかなんて言うんですかねこれ青緑みたいな私えっ、ー、と息子がね青あの上の息子が 青ってて書いてあの田中青選手の青なんですけどなんかその色ってこう青と緑の合い中間の色っていう風にあに書いてあってあの辞書になんかだからこの色買ってすごく可愛いかわいちょっと息子の名前にちなんでちょっと購入してみましたこれもねポメラート風なんですけどねすごいなんか本当に4050万って言われたら結構こういうちょっと気を照らったデザイン すか結構勇気いるなって思うんですけどしかも指輪だしなんかまあ指輪ね指輪にお金をかけるのがいいのかなって前も言ったんですけど自分で見えるからでもちょっとなんか私は結構こんだけボリュームがあったらぶつけそうだしと思ってなんかこうポメラート風っていうのをちょっと購入したんですけどなんかすごい気兼ねなくつけれそうだしいろんな色組み合わせてあのつけられるので。 すすごい満足してますちょっとじゃらじゃらポメラートでねインスタグラムとか調べてめ,めっちゃこう多分宣伝ですごいジャラジャラつけてらっしゃる方がいてめっちゃ素敵なんですよ多分そういう風に私はつけこなしたりできないんですけどこういう風にねつけててこれはさすがにちょっと私はやりすぎかなって私がするにはなんですけどすごい素敵だなって思います。 なんか本当に服装とかシンプルでもなんかこう指輪結構重ね着けるとすごい一気におしゃれな感じ出るなって思うんですよ、私は。なんかこう結構なんて言うんでしたっけ、あの関節にするリングなんとかリングなんだっけななんかああいうのとかもはやったっていうか今は定番なのか分かんないんですけどなんかあれも見ててすごいなんか指に一気ごちゃっと着けるって上手につけれる人ってすごいおしゃれに見えるなこれ アメジスト風とローズコーツ風です。こんな感じ。ピンク系の重ね付け、まずしたい。一番最初ね、思いつきました。したいなと思って。でもまあ私多分家で結構最近もう自転車焼けしてひどいんですけど、肌が結構黄色いからなんかあんまりこういうピンク系似合わないのかなって思うんですけど、見てたらすごい可愛いです、ピンクは。多分ね、この下の息子は、 主人に似て、あ、ちょっとテレビ見ないで。主人に似て、あの、ブルベちょっと割とまだ赤ちゃなんだね、ピンクっぽいんで。ブルーベの人だとピンク合いますよね。私はね、黄色いから、なんか泡、くすんで見える気、あ、ごめんごめん。<laughs> 見える気がします。なんかいろんな色買いましたよ。あとね、ピアスも買いました。これももちろん風なんですけど、ピアスも可愛いかも。ピアスね、まだつけてないんですけど、 なんか結局ねなんかこう私結構んとか風とかも全然抵抗なく買えるんですけどあの満足感でいうとやっぱり本物に比べたらないです、ね、なんかつけてもあの届いてあなんか,あなんかに似てるんじゃないと思って本物に似てるんじゃないって思ってこうちょっと嬉しいんですけどなんかワクワクしてじゃあ今日これつけようみたいにはならないのでまあほんとにかあ賛否両論ですねあ 入っっちゃったね大丈夫ちょっと待ってねよしあこんな感じですこれピアスめっちゃ可愛いと思いますなんか上に石もちょっと入っててこうすごい揺れるんですよ <laughs> 夏はねこうポニーテールとかした時になんかボリュームのあるピアスすごい可愛いいなって思うしこういう石がついてるタイプってあんまりないと思うんでこう色はね私これちょっとピンク系選んじゃったんですけど結構こうオリーブ系とか でも可愛かっったななて思,思いますなんかこういうちょっと透明感のあるなんかイヤーカフとか流行ってますよねなんか結構グリーントだったかな結構おしゃれな友達がつけててすごいいいなって思ったやつはこれ透明感のあるなんか樹脂なのかなあれはそういうなんかちょっとこれもね石かどうかはちょっと分かんないんですけど樹脂か分かんないんですけどなんかこう揺れてちょっと透明感があってなんか夏とかにすごいぴったりだなって思います なんかねたくさん持ってるんでちょっとあ,<ー>あなんかねこうカラー系との違うものでも結構かわいいですよこのオリーブとアメジストっぽいこういうパープルカラーもおしゃれですじゃないですか結構こんな感じでここにね中間色じゃないけど透明なもん、まあ、ここまで私はねちょっとつけれないけどでも意外となんか3つぐらいつけてもなんか 成り立ってる感じしますよねやっぱデザインが一緒なのでこう色もバラバラだけどなんかこれ1本つけてたらすごいこう手元が華やかになるしなんか本当ね夏限定になっちゃうかもしれないんですけど私はなんか可いいなって思います横から見てもすごい透明感ってね可愛いです是非あのポメラート風で調べてもらってもあのなんかデザインが ね、お好きな方というか一生、ね、使えるそういうなとも思うのであのホメラートで実際購入していただいてもいいかなって思いますおすすめでした、はい、ちょっと最近ねなんかこういうなんとか風とかで購入するのはすごい楽しくてね、あのー、ちょっと紹介させてもらったんですけどあの今日も、ね、見ていただいてありがとうございますまた見てください